戦国時代から江戸時代初期にかけての上杉氏系図。米沢藩の初代藩主、上杉影勝から第三代藩主、上杉綱勝まで。江戸時代中期から昭和時代までの上杉氏系図。四代藩主、上杉綱則から元頭主まで。米沢藩は、出羽国を板間軍を治めた藩。藩長は、米沢城。藩主は、戸様大名の上杉氏。 国高は、当初30万国で、国主大名だったが、1664年に15万国に、原報される。幕末に一時的に18万7千国に、加増されるも、母親戦争後に14万7千国に原報となり、その国高で、廃藩地検を迎えた。伊達政宗米沢は、戦国時代の天文17年から、伊達家の本拠地であった。当時の伊達家は、 第十四代、伊達種宗と着手の春宗による内紛が起こっており、その内紛に勝利した春宗は、伊達や第十五代となり、米沢に本拠を移した。しかし、春宗と着手の輝き衆も、内紛を起こし、輝き衆が勝利して、第十六代となるも、伊達家はそのために、勢力拡大が、大幅に遅れていた。天正十二年十月、輝き衆は隠居して、 着手の正宗が第十七代当主となる。正宗は、相馬や、日本松畑山家、足名家など、欧州南部の諸子を攻めて、勢力を拡大。天正十七年六月に、すり、上原の戦いで、足名家に対象して、同家を滅ぼし、以後正宗は、足名家の本拠であった。黒川城を本拠とした。さらに二階堂や、 石川家や岩木家を滅ぼした政宗は、王六十六軍のうち、およそ半ばを支配する王の覇者となった。しかし、天正十八年の小田原征伐で政宗は6月に、小田原に参陣して、豊臣秀吉に侵入した。このため伊達家の存続は許されたが、秀吉の欧州市沖により、藍津軍、朝香軍、岩瀬軍など三軍は、 秀吉の発令していた大雨両国総無事例違反で、あるとして没収され、正宗は再び本拠を米沢に移した。だが秀吉は、欧州市沖に際して厳しい検知を命じたため、10月初旬に、欧州市沖で改役された大崎家や河西家の、丘陵で一揆を起こした。この一揆は、合図の新領主となった、ガモウジと正宗によって鎮定されたが、一揆の先導に、 正宗があり、また宇治里暗殺の暴略があったとして秀吉は、天正十九年秋に、正宗からこっち米沢をはじめ、伊達軍や忍軍などを没収して、大崎、火災の給料を与えた。これにより伊達家の領地はさらに減少し、年貢収入に至っては、従来の半分ほどになった。正宗は、岩下九条を新たな居城と定めて、岩出山と改名した。 政宗が違法された後、伊達家の丘陵は、合図の領主であった、ガも宇治里の所領となり、宇治里は米沢にカモウサを入れた。だが文禄四年に、宇治里が死去。着手の秀行が13歳で後を継ぐ。しかし、東北の鎮守として90万国もの所領を支配、するのは容易ではなく、重臣間のいさかいがあって18万国に、減法された。 ガモ家に代わって、合図に入宝したのは、越後春日山城主の上杉影勝であった。領地は、加茂丘領と出羽省内に、東神原、佐渡を加えた百二十万国であり、これは、徳川家康や毛利輝元と含む毛利一族に次ぐ、第三位の国高であった。継承は、過労直江オエカに三十万国を与えて、米沢に入れ、伊達正宗を呼び、 山形のもが義光に対する抑えとした。ただし、直江自身の所領は六万国だったと言われ、直江は、上杉家全体を失聖する立場にあったことから、米沢には上代を派遣し、自らは、本拠の若松城で継承を補佐した。慶長三年八月に、秀吉が、慶長四年うるう三月に、前田利家が死去すると、徳川家康の勢力は、 豊臣政権内において抜きんでた立場になり、家康は正宗をはじめとする初代名との無断婚姻を繰り返した。家康に対抗しようと五奉行の石田三成は、直江兼次に接近し、直江は、継承と継承4年8月に、合図に帰国すると、領内の参道を開き、武具や浪人を集め、28の市場を整備するという、軍備増強に出た。継承。 県築主従は、慶長5年2月から、若松城に変わる、新たな城として、若松の北西をおよそ3キロの地点に位置する、高座市村に、高座市場の築城を開始した。しかしこの軍備増強は、越後の堀修司や出羽のもがみ光らにより、家康に報告され、また、上杉家中でも、和平を唱える藤田新吉が出奔して、江戸に落ち延びたため、 家康は継承に弁明を求める使者を出したが、継承は拒絶し、家康は諸大名を集めて、合図征罰を開始した。口座史上追記は6月まで続けられたが、家康率いる討伐軍が江戸にまで来たため中止し、白川城の集築が急がれた。7月24日、下野付小山で、石田三成らの挙兵を知った家康は、 次男の結城秀康や娘婿のガモ秀行らを、宇都宮城に県制として残し、8月に成城を、開始した。なおえかねは家康を追撃しようとしたが、上杉領の北に位置する、最上義光や伊達政宗らの構成もあって、追撃は断念した。一説に、継承は天下に、上杉家の信を失い、地辱を残すことを恐れて許さなかったとされている。 直江金次ぐはほこを、出は山形の最上義光に向け、9月3日に、直江は米沢に帰城すると、大軍を最上領に差し向けた。直江は、現在の東村山軍山部町大和畑屋にあった、畑国城を落としたが、長谷道場で最上軍の猛烈な反撃を受けて攻勢は停滞。その間の9月15日、関ヶ原の戦いで、 石田三成の西軍は壊滅したため、家康ら東軍の圧勝に終わった。9月29日に、継承のもとに、石田大敗の急報が入り、継承は直おに総退却を命じた。この時、上杉軍と、西条軍、及び西条を救援する伊達軍との間で熾烈な、追撃戦が行われ、両軍合わせて3000余の戦死者が出た。継承は、 家康と和睦するため、11月に、重心の本城茂町を上落させて謝罪させた。自らも、慶長6年8月8日に、結城秀康に伴われて、伏見城において、家康に謝罪した結果、8月17日に家康は、上杉家の存続を許したが、合図など90万国を募集して、出は米沢30万国へ減放した。こうして、 植杉家の支配による、爆藩体制下の米沢藩が成立した。植杉影勝植杉家家老の直江兼金次上植杉、影勝が、関ヶ原の戦いで、では米沢に、厳違法されたため、直江兼金次は、米沢城を継承に譲った。藩領は、植杉氏の旧合図領120万国のうち、では追い玉軍18万国と道のく国立軍を呼び、 忍軍十二万国からなっており、米沢からは峠を隔てた、道の区側の抑さえとして、福島城に、重心本城市を城代としておいた。米沢は、直江え金継の所領であったが、直江は、上杉家全体の失勢として、若松城に詰めていたことが多かったため、内政はほとんど整っておらず、城下は、賀茂家の時代に築かれた八丁六工寺の、 町人町と数百の侍町があるに過ぎない小さな城下町であった。この小さな城下町に合図に住んでいた家臣団や越後以来の寺社、職人などが大人数で移ってきたため、城下は大混乱した。なおえは上、中級家臣は別として、下級家臣に対しては一軒に二三世帯を共同で同居させて、それでも住居が無理なら掘ったて小屋を建てたという。 また、屋敷張りから、その上杉謙信の霊病を気づいたりした。大阪の陣では、徳川方についた。米沢の反省の基礎を固めた、直江兼金次は、現那5年12月に、上杉影勝はその4年後に死去した。継承の死後、家督はただ一人の息子であった佐勝が継承した。佐勝時代の米沢藩は、安定しており、事件は、 官営17年の数百個を消失した大化と官営19年の協作くらいだったとされる。定勝は、商法2年に死去し、家徳は、着死の綱勝が継いだ。だが漢文4年うるう5月に綱勝は、着死も用紙もないままに休死した。このため上杉家は、無つぐ断絶の危機に立たされたが、綱勝の性質の父にあたる合図藩主。 星名正幸が奔走し、綱勝ちの妹富子と皇家の嫌いを品かとの間に、生まれていた当時2歳の綱乗りを末期用紙とすることを、訴えて抜格に認められた。ただし所領に関しては、ペナルティとして、忍ぶ軍と、伊達軍にあった12万国、八代号3万国が没収されて、追い玉軍内の15万国のみとされた。 津波は華奢な生活やキラ系の財政支援などにより、犯罪性を悪化させる。津波の,の時代の1702年に、赤黄藩老子のキラ邸打入りがあった。これにより、津波の,のジップのキラ吉中が撃たれ、次男の吉地は、島の諏訪藩にいる罪となり、同地で死去している。この事件を扱った作品群では、 キラケとの関係から、上杉家が登場してくることも多いが、事件当時すでに死去していた江戸家老、千坂兵部が、大石倉之助と頭脳戦を展開したり、出兵しようとする綱乗りを押しとどめたりと事実と、異なる設定も多い。打ち入りの際に出会って、キラ家臣で、最も奮戦したと伝わる山吉新八郎は、元上杉家臣で、 義しちに従って、キラケの家臣になっていた人物だった。綱則は、事件後の2年後に病気を理由に家督を、長男の義則に譲って隠居した。義則は、在任18年で教法7年に死去し、長男の宗則が、第6代を継ぐが、宗則も、教法19年に死去し、第7代を、弟の宗ねが継ぐが、これも、延教3年に死去と、 病弱な藩主が、相次ぎ、短期間で入れ替わった。第八代は、宗房の弟の重貞が継ぐ。重貞は先代までのように病弱ではなかったが暗部で、藩政を顧みず勇教にふけって、借罪だけを増やした。このため、米沢藩の財政は、危機的状況に陥り、重貞は幕府へ領地を返上しようと真剣に考えるほどであった。 藩主が頻繁に入れ替わったため、藩政の実権は、筆頭奉行の清野内前が掌握したが、清野は、法歴六年に実職するまで、藩政改革に手をつけず、何らなすところがなかった。重貞の時代には、酔いた組の下級武士ながら寵愛されていた側近の森、平右衛門と品尾が出世して、実権を握った。森は、租税の増収を図り、 合村の統制機構を整備して、年貢の増長を図ったが、一方で、自らの親類を側近に取り立てたり、人事や処罰を独断して行うなど戦争が強まり、反省は腐敗したため、法暦13年2月に森は、竹のまた綱により中殺された。上杉鷹山第九代藩主の春のは、日向高鍋藩秋月家の生まれで養子であるが、聖母が、 秋月藩黒田氏に嫁いだ、上杉綱則の孫娘なので、全く上杉家と無縁というわけではない。明和4年に王山は家督を継ぐ。前述のように、米沢藩は極端な財政難と政治腐敗で藩政が破綻寸前にあった。このため王山は藩政と財政の再建を目指して、自らが家督相続した強い決意を示し、 さらに大権役を趣旨とした、大権令を発布した。また自らの生活費を大幅に切り詰め、屋上中も大幅なリストラを行った。他にも、食産工業政策、石田の例、世襲代官制度の廃止、備考二十カ年計画など改革は次々と実行され、洋山の時代に、米沢藩は息を吹き返すことになった。だが洋山の改革は、 上杉家普代の老臣らから根強い反対があり、一度は、七夜総堂において、須田光主、芋川正則らが処分されたが、改革も後半になると、再び老臣らが養山の復神となっていた、竹のまたまを失脚させるなどした。また、天明の大飢饉などで改革が停滞に入った、ことも事実であり、養山は、天明5年に隠居し、第10代は、 重貞の四男の春広が継承した。しかし、春広と第十一代藩主の成貞はいずれも、溶山の貢献を望んだため、以後も溶山の改革が続行されることとなる。溶山は停滞した改革を、再び再建するため、借財返済の延期混成と、財政支出の大幅緊縮を行った。 しかし外国船の日本接近による軍役や過信が多すぎる問題などから財政は再び悪化していた。このため溶山は完成期に入ると東急の区別なく有能な人材を大量に召し出して登用した。また財政再建16カ年計画を定め農村復興計画や上書箱の設置、緊縮財政から領民保護など様々な改革を行った。一方、 犯罪性の悪化から事実上廃絶していた、犯行向上官を再興した。福祉政策も充実させて、滅亡寸前だった、米沢藩を再建した、名君、上杉王山は、文政5年3月に死去した。上杉持則第12代藩主、成則の時代に、米沢藩は幕末を迎える。成則は、砂漠派として、 文久3年に上落して、京都経営を果たし、翌年からは、四子持ちのりが上落して2年間京都経営を果たした、ため、その功績により、慶応2年9月に、八代号37,248国を幕府より、与えられ、米沢藩の治行校は19万国近くまで、増加した。大政奉還が行われると、反論は、砂漠派と尊皇派に分かれた。明派で、 西国夕藩とも近い軍事奉行の千坂光雅が、慶応四年正月には薩長に従い三千人を、率いて、上落、弾薬の会場運搬も行ったが、藩主成りのりは、星名正幸の急音があるとして幕府に味方した。慶応四年四月に、江戸城の無欠会場がなり、母親戦争がいよいよ東三道に波及し始めると、米沢藩は、 かつての星名正幸への恩義もあることから、会津藩と新政府軍の間に立って、仲介に努めたが、その行動は、かえって新政府軍から、疑いの目を向けられる結果を招いた。するとこれを察知した、米沢藩の方でも、新政府軍は、会津攻撃が終了した後も北進して、東北の砂漠派諸藩を攻撃するらしいという風文を、信じて驚きをの,ののき、 双方疑心暗鬼のうちに、米沢藩は奥越列藩同盟に加わって、仙台藩や会津藩と共に新政府軍に退治するという高ましからぬ状況にはまってしまった。仙台藩が欧州街道、長番方面を担当したのに対し、米沢藩はそのこちでもある越後を担当したが、長岡藩と共同して戦った北越戦争において、新政府軍に敗退。 上津国境の大里峠まで迫られたところで、同年8月18日新政府軍方から思いがけない知らせが、藩主の性質定期を経由して、米沢藩にもたらされた。東山道先方総督府は、土佐藩の早正隊を中心に編成された部隊だったが、その幹部である、谷立旗、片岡健吉、ともの権田優良は、 連名で、米沢藩に教順を進める内容の書状を書き、これを、土佐藩主、山内豊介その参女で、米沢藩主、上杉持則の性質となっていた定期藩主、持則へと送付したのである。これを受けて、米沢藩は24日までに反論をまとめて、教順した。その後は新政府軍のために勤労し、省内藩攻撃のために兵を出し、 藍津藩に対してもその日を時教授することを悟した。米沢藩は、戦後の処置で、明治元年12月に4万国を原報されて14万7千国となった。また藩主なりのりは隠居となり、着手の持ちのりが家督を継いだ。明治2年に、倉前支給の支範米沢新殿藩を併合した。米沢藩は、宮島誠一郎の指導の下 藩赤法還などの明治政府の改革を積極的に支持していくことで、朝敵の汚名を注ぐことに尽力した。明治4年7月14日、廃藩地権によって米沢県となり、11月に大玉県を経て山形県に編入された。半主下は明治2年6月17日の藩赤法還と同時に、 家族に劣し、明治17年7月7日の家族令で白尺を授けられた。上杉も千は、藩主退任後、沖縄県令として、県政の再建に尽力している。藩主の他米沢藩主の中にも、池田成明、森長吉のように、明治政府の管理となる人材も輩出した。豊臣時代の領主である、ガモウジが、キリシタン大名であった影響から、 旧加納領は、東北地方における、キリシタンの根拠地のような地域になっていた。米沢も、宇治里の家臣の加納里安が上手であり、この里安が宇治里の影響からキリシタンであったため、米沢にも少なからず、キリシタンが存在した。やがて、上杉家が米沢に入法すると、慶長16年に、 フランシスコ会のシンプルイス・ソテロによって、上杉謙信時代の宿老を、天か慶次の子の仏名が入信し、以後の仏名ことルイス・エモンによって、米沢のキリシタンが拡大することになった。江戸幕府における慶長18年の全国、近教令を契機として、厳しいキリシタン弾圧が展開された。この幕府の弾圧で、京都、大阪方面のキリシタンは衰退の一途をたどるが、 それら迫害されたキリシタンは主に東北地方に逃れたため、帰って東北方面のキリシタンは盛教を呈するようになり、米沢では野仏那の熱心な布教活動もあって信徒が1万人を超える勢いだった。このため幕府は米沢にキリシタン弾圧を命じるが、上杉影勝は幕府の命令に形式的には従いながらもキリシタンにはかなり寛容な態度をとった。 これは、神杉家中にかなり、キリシタン武士が存在し、有能な人材を失いたくない継承の思惑があったためとされる。だが、継承の死後、後を継いだ貞勝は、幕府の度重なる圧力に屈して、寛永5年に、甘かすのぶなとその家族家臣など14名を処刑したのをはじめ、その後もキリシタン弾圧を続けて殉教者は、 関営5年だけで70名以上に上った。島原の乱以後は、キリシタン弾圧が、さらに強化され、サ勝カツのいとこに当たる公家山浦現場も、サ勝カツ没後の女王2年に、幕府の命令で処刑されている。米沢藩上杉家は、他の藩と比較して、下級武士の数が、圧倒的に多かった。これは、関ヶ原の戦いに敗れて、 所領を4分の1に削減されたにもかかわらず、家臣に暇を出すことをせず、そのまま米沢に連れてきたからである。必然的に、家臣一人あたりの地行校は低く抑えられ、後々上杉やそのものだけでなく家臣たち一人一人の、極端な経済的困窮につながった。大阪の陣では、上杉軍は2万の軍を率いて出陣しているが、 本来は30万国であるから動員できる兵力は、多く見ても7500人から9000人であり、上杉家は倍以上の兵を動員している感情になる。同じ山形県内にあった省内藩境家14万国の、家臣は約1900人であるが、米沢藩は約5000人という数から比較しても、家臣の極端な大人数が、財政難の原因の一つとなったことは確かである。 なお、上杉家の上級家臣は95人で全体のおよそ2%、中級家臣が930人で全体のおよそ19%、残りが下級家臣でおよそ3900人であった。一般的に、最下級の足軽以下の階級は、技能職分として扱われ、四分階級のように世襲ではなく一大雇用が原則であった。だが、米沢藩は、 足軽は世襲とされ、縁に関しても手き組みなどの価値階級、三縁方の貸し階級とあまり変わらず、場合によってはより高い縁をもらっていた者も,もいた。米沢藩では、鉄砲の技能を重んじ、その修練を奨励しており、毎年正月には、ノリの鉄砲と呼ばれる、藩主上乱の鉄砲披露があり、家臣が、鉄砲の技量を競う晴れ舞台であったためだった。 鉄砲は、中級武士も撃つことを許されたが、扱うことができたのは十問目等だけであり、二十問目以上の大筒打ちは、専門職の足軽だけに許された、特殊技能であり、特別の大筒を操作できる者には、三十問目打ちに三国、四十問目打ちに四国、五十問目打ちに五国の、家ン級を与えられた。関ヶ原の戦い後に地療を大幅に削減されて、 下級武士の生活は困難になったため、米沢藩は、合津口の南原、板谷口の山城、仙台口の東原に屋敷割りをして、下級武士を住まわせ、藩境警備の任務に当たらせると同時に、周辺の荒れ地を開墾させて、藩士反応の生活をさせるという屯田兵の暮らしをさせ、この集団は、原方衆と呼ばれた。原方衆は、 下級武士の半数を占める約1900人であり、農民とあまり変わらぬ生活をしていたために、腹型のクソつかみと下げ済まれたが、彼らの中には、武士の教授を忘れずに、学問や武芸の修練に励む者も,も多かったと伝わる。また、自ら開拓した土地はそのまま与えられ、収穫した年貢も一般農民よりは軽減されていたので、上下で暮らす武士階級より、 ずっと生活は安定していたと言われる。逆に、原価多収を下げ住んでいたと伝わる、浄化収集の下級武士の生活はかなり苦しく、犯罪性が逼迫して減俸されると淵のみでは、生計が成り立たなくなった。このため、米沢藩特産品の筆裕いなどの内職を行い、それでもなお不足なので、職人や日雇い人足になって収入を稼ごうとした。 彼らの雇い主である米沢の町人は、日雇い武士に、失礼のないようにと、人足様、大工様と継承をつけて呼んでいたと言われ、この威風は現在まで続いている。酵素は、加納時代以来、半赤半衛星を取る。これは、酵素納入の半分を貨幣で納入するもので、幕末まで踏襲された。また、酵素の貨幣に当てる分は一定の米や漆、紅花、 青オソ、マワタといった特産物の買い上げ代金を回すという方法が取られた。このため、早くから藩の買い上げ制が実施された。米沢藩は120万国からの大減俸を受け、しかも佐渡銀山などを失って大幅な収入源を受けた。関ヶ原の戦いの際に備えて雇った傭兵や浪人などは解雇したが、越後時代から突き従ってきた。 不大合心、並びに、武岳や、小笠原や、足名家急進の飯放ちを極力行わず、六千人と、言われる、合心団を維持した。そのため、江戸時代初期から厳しい財政難に苦しめられた。また、米沢城は、伊達市時代からの三階海櫓を中心とした、平城であったが、ほとんど拡張を行わなかった。また城下町は、伊達や賀茂時代から、 手狭だったため、上杉家の家臣や家族が入るに及んで、大混乱が起こった。このため、上杉影勝、直江え加熱蔵は、下級武士を手狭な城下町の外に住まわせて、反応藩士の生活を送らせたが、このような下級武士のことを喧方多衆という。それでも、初期の米沢藩は、二大藩主。 上杉貞勝が表高30万国に対して、内高51万国と言われるまでに、神殿開発を進めたが、漢文4年の15万国への半減で、犯罪性は再び大きな打撃を受けた。これ以降の実高は30万国程度であるが、依然として、過信断は減らさなかったので、財政は、ますます厳しくなった。ちなみに、明治初年の資料をもって比較すると、 加が102万国の前だけの場合は、内高が120万国で、氏族7,077個、男12,414名、卒族個数9,474個、男14,029人であった。一方の米沢藩14万7,000国の上杉家の場合は、内高が30万国で、氏族3,425個、男7,565名、 卒族個数3308個、男11980人であった。この比較からも、米沢藩の厳しい状況は、一目瞭然である。このような深刻な財政難にもかかわらず、第三代藩出な価値は、藩士に対して、倹約を命じつつ、自らは大好きな農学にのめり込み、明歴3年の家事では、 城下の東六百戸を消失したにもかかわらず六千人の家臣を動員して狩りを行い、それに要した費用は大官や商人から借りることで補い、米沢藩の借金生活がこの時から開始された。綱名は、ジップ、キラ・ヨシナガ夫妻の浪費による夫妻二千七百八十両を建て替えた上に、藩主のジップであるとして、 毎年6000両の援助金を送り、元六十一年の単野京における、平屋式類章では、五副京に8000両の費用をかけて、新邸を増築した上、米沢から大工50人を派遣した。さらに、麻布藩邸などの新築、参勤交代などでの車死を行い、藩の貯金を一般会計に流用するまでに至る。七大藩主。 上杉宗房の代では、両内農村の後輩が凄まじく、年組心も重んでいたため、原文3年には、当年分官能を条件に、それ以前7ヶ月の未納分の円納を許可する、ありさまであった。上杉重貞の代になると、派手好きで車子に走ったことに加え、関英寺不信手伝いによる5万7千両長の、 工事費や法歴5年の強作尊後七75,800国兆の被害も重なって、借罪が莫大な額に上ったので、竹のまた綱の信玄に従って幕府に15万国の返上を願い出ることを、親族の終わり藩主に相談して、明和元年に悟される返答をされる始末であった。1767年、17歳で主月定の後を継いだ養子の春のは、 竹野又正綱と、野崎義政らを登用して、反省改革に乗り出した。県役令発布、農村統制の強化、絹織物の専売性実施等の財政再建と、桑や漆の植樹、縮み織技術の導入や黒板出し織による、灌外事業などの食産工業政策を行って、犯罪政を立て直した。また、戦術の通り特産品の青素、紅花、老糖も、 犯罪生を助けた。儒学者、細井平衆を招いて、犯行の工場官を設け、藩主の教育にも当たった。一方で、1773年7月には、家老の須田光主や、武行の色部照るザネや千坂高厚らによる、竹のまたはじめ派排除訴訟も起こる。米沢藩では、藩主上杉家の実質上の祖である、上杉謙信が藩祖として祀られ、 その意外を収めた亀は遠く越後春日山から米沢に運ばれて米沢城本丸内に安置されていた。上杉謙信崇拝に基づいた半風は越後以来の家臣の飯放ちが少なかったこともあって独特の誇り高い気風を生んだがその一方で対面を重んじ頑固で保守的な面があってそのことが養山の反省改革の障害となったという見方もある。 しかし、養蚕隠居後も、反省改革に取り組む名君が続いたため、春のり、春広の代には、借財を返済して五千両の過い金を有するに、至る。成のりのりの代には、省内藩の、味方領違いの際、本間後期に移転費用や、店舗阻止の費用七万三千両を提供しており、財政に余裕が出てきている。最後の藩主持ちのりは、 母親戦後に三万両を新政府に献上して三条、耳らによる、改易論を封じ込め、また、奥越列藩同盟参加の責任を戦死した、過労、色部九町に転化することによって、藩尊族の危機を乗り切った。廃藩治験の際は、旧藩白に過い気にや備金などから十七万両余りを分与した。明治四年五月には、 六憲法の伺いを政府に提出した。米沢藩では、独自に発行した藩札も使用していた。金札が大半だったが、法歴13年に、上杉家が、京都屋敷を買い戻してから、銀札も発行された。明治7年、新政府による、新通貨発足に伴い、回収時の引き換え率は、金札1両が1円、銀札50問目が1円であった。 初代上杉継承の失政、直江兼次は元代四年に前林文庫を創設して、足利学校や金沢文庫に匹敵する学問修行の道場とし、家臣の教育を図ろうとしたが、直江が翌年に病死したため実現までには至らなかった。第四代綱則は、将軍、徳川綱吉の小学により学問書を創設したが、以後は、 米沢藩の犯罪制悪化により学問書自体が大敗した。このため、米沢藩で実質的に藩校が創設されるのは、上杉鷹山の改革期である。鷹山は、自らの死、細井平衆を米沢に招聘し、死の命名で、藩校は、工場館と名付けられた。規模や内容は、現内や元禄の日ではなく、 用罪や細いは犯行に優秀な指導者となるべき人材の育成の役割を求め、犯行の席次は身分ではなく徴用の助で定められて、場合によっては生徒に手当として年一両の手当金、寄宿代の無料などの特典もあり、この犯行の指定が犯の中枢にあって活躍していくことになる。なお、米沢藩では明治4年1月には、洋学者を設立。 慶応義塾から三人の教師を迎えて授業を開始し、同年十月にはイギリス人のチャールズ・ヘンリー・ダラスを語学教師として招いていた。米沢藩知事名の書状の中に人民平均乗り、自主自由の権という欧米の政治用語が使用されている。洋山は人事の政治の実現を常とした人物であるが、財政再建が一段落した完成四年には、 家中、両身を問わずに90歳以上の老人には、生涯一人ぶを与えることとする、老齢年金制度、15歳以下の子供が5人以上、いる家庭では、罰子が5歳に達するまで一人ぶちの手当を支給する、こととするという子供手当を実施した。ただし、米沢藩では、教法13年から、高校、定説などで優れた、全校者を表彰する制度があり、 溶山はこの制度を推奨して、福祉を定め、さらに前行者にはとりわけ模範的な人物に対して、生涯家の門中に名前を記して検証したと言われる。天正9年から後化4年までの歴代藩主の法令を編纂した法令集に五代々五式目がある。また、諸役職の遠隔については、昇華さねック勤務規定については、五約制勤式がある。 長武行の職務手鏡的なものに聖徳四年の投函記事がある。米沢藩は、刑法典を制定することなく、判例に準拠して、処罰を行った。主要な判例集には、五家府引き合い、中天類受五歳巨匠などがあり、それらをつなぐと、江戸時代前期の刑事判決が明らかとなる。それらに記録される刑衆は、約60種ほどで、 中には闇打ち、里替え、出暴行、定価や渡しなど、他藩ではあまり見られないものも含まれる。戸山価格、国種、大広間、天井元服、一時頂戴、館号30万国、15万国、18万7千国、14万7千国、米沢神殿藩は、米沢藩の師範戸山、柳缶詰、代々。 駿が守るを称し、駿府城カバン役を務めた。教法4年に五代藩主義則が、弟の勝山根に、領内の神殿分一万国を分与して成立した。藩主は二代少将以降は、男子が生まれず、以後三代は、宗家の歴代藩主の弟を養子に迎えている。新田藩主は、米沢藩内では、思考と呼ばれた。米沢城内二の丸に藩長を置き、 巨書としていた。武漢では、江戸藩邸は、麻布に、神屋敷があったとしているが、これは、宗家の中屋敷の一部を与えられたものである。後に、神屋敷の所在表記は、いいくらかた町となる。また、文政年間の武漢で、日田藩の家老である、高梨左近が、宗家の用人を兼務しているように表記されたり、上杉藩の資料、昇華さでも、 文政元年に、宗家の蕎麦役であったルス・ゼ次郎が、新田藩主の勝吉の容人になっているのが見られる。加えて、米沢城内に、新田藩の役所や藩主御殿があり、上杉鷹山の隠居所である三加住館は、元は、新田藩主の御殿であったものを流用したものであり、鷹山死去以降に高御殿に戻っている。このように、特定の領地や城地を持たないだけでなく、 支配機構や財政、家臣団、居住地、さらには、後継者まで全て宗家の米沢藩に依存しており、江戸幕府の御三郷にかなり近い藩内分家であった。明治2審後、宗家の所領削減もあって存続が難しくなり、明治2年に米沢藩へ併合された。なお、廃藩後も私者家として存続したが、宗家の当主の弟を養子とすることが、 市販時代と同様に続いた。戸山一万国賞、周政賞、勝貞勝義正道上杉試写区か、昭勝則勝明麻布上杉家高久1952年、江戸における菩提寺は、浅草新鳥越にあった、新義新言囚人、金地山宝蔵院で、米沢新伝藩も同様であった。 横山昭夫の上杉王山や上杉文書の昇華さね録による。藩主直属、米沢藩の首脳部は、武行、江戸家老侍頭の、計10人で構成される。武行職は、上杉貞勝の代に新設され、他藩の国家老に相当した。侍頭は五組編成になっている、侍組の各組の番頭である。これらの住職には、 藩内の上司階級である侍組の中でも、特に家柄の高い家である分、両家のみが就任することができる。分け両家は全部で14家あるが、県心、継承政権下では、戸様扱いであった洋北州や品野州出身の家が多くを占めている。しかし、武行職については、完成十年に馬回り組出身の野崎吉正が、武行に登用され、 観光が破られることになる。なお、法歴元年に中老職が新設されたが、一時期廃止される。完成3年に、野崎義政の東洋をもって復活する。古生頭は、江戸の須原模平番部官では、洋人と表記された職で、当初は、侍組しか就任できなかったが、与田組出身で侍組に昇格した、森と死信の東洋で観光が破られる。 役屋賞は、半堺の高畑、中山、あゆかい、荒と、小国の5箇所の用地に置かれた陣屋の城代を、上杉綱則が解消したものである。侍組から任命され、30から40人の足軽を配下に置き、半堺の警備や、旅人、貨物の取り締まりを担当した。武行配下、なお、中士官都市よりは3人、町武行は2人。 軍部業は二人であった。軍部業は一時期廃止される。中士官年寄りは六郎や六人年寄りとも言われる。なお、戦術の故障等同様に、江戸中期以降の武官では、中士官年寄りと、大目付は、用人として表記されている。完成三年の改革で、軍部業は六人年寄りの兼務とし、官定頭は、 桜田屋敷将と桜田南度頭を兼務することになった。大目付配下、勘定頭配下、軍部行配下、大官は、上杉貞勝の時に新設されたが、当初は世襲制であった。安永元年に、大官世襲制が廃止される。古障頭配下、役屋将配下、役屋付けは、役屋を助けて、 寮内の取り締まりを強化するために街道沿いの38箇所に設置された口止め番所の役人で、三淵方から各番所に1から2名が配置された。先に設置された板、板谷、つな花沢、ぬかやめ、掛入り石中山、小滝、小木の中山、大瀬、土地窪、玉川、よもぎうど、折戸、黒鴨、ちくしげる、まな板柳の15箇所を、 本、口番書、後に設置された、資産、中洗い、洗い、上片子、下片子、八木橋、振動台、鉄砲町、足付、一本松、上久保田、下久保田、外の内、福沢、大橋、くぬぎ塚、十分一、大洞、金山、高岡、田尻、唐ら川、平田の二十三箇所を破口番書と呼んだ。その他の側近職、 高家州分領家平侍馬回り組、上杉謙信の直進で構成、組名は、上杉謙信馬前に由来。五十期組、上田町備州で構成、組名は、上杉影勝の直参五十期に由来。与板組、直江兼継の直進で構成、組名は、与板州に由来。五湘南道上杉謙信、継承の頃に、豪直のもの数人選ばれ。 おゆかばんとして、寝室を警備したことに由来。上杉貞勝の頃に御昇何度と名称が改められ、参勤交代行列の準備、年末年始の式大準備、藩主の用土品準備などを行うようになる。馬屋方藩主の飯馬の飼育や、乗馬指南、将軍家への健常馬の検査や飼育を行う役職。大御章とざま北大藩主直属の医師。 曲げを言わず総発の体とし、発体に見えることから、その名前がついた。三淵方、稲輪城侍組から漏れた、越後の国人衆を呼び、品野衆で構成。組名は、合図保護後に、稲輪城で、地行地を与えられたことに由来。組他後淵方関ヶ原の戦いの際に集められた、浪人で構成。組付後淵方侍組。 三手組の分家で、後世芸者組藩主が、能、狂言を催す際に、太鼓、鼓、笛、生やし方などを務める詩文。自由体の得意な詩卒から選ばれた。後と、上杉謙信不代の音に由来。とざまげかとざまほたい同様、曲げを言わず創発の体とし、ほったいに見えることから、その名前がついた。ここでいう下下とは、とざまほたいの辞席という意味で、 月会の下課とは異なる。参勤交代の際に列に加わり、死卒へ、医療行為を取り行う。五種、上杉謙信直属の長江組に由来。謙信が、春日山参拝の折に、神前の守備を命ぜられたことから、五種組と呼ばれるようになった。本、手明長尾正影不大の手秋集に由来。正影死去後は、継承直進となる。 三勤交代の際は、五千立、中押し、後押しの先導役を務める。御道俗番、上杉謙信の意外を合図、その後米沢へ移した折に意外を安置する御道の番を務める役。武行同心武行府の私文。ここで言う、道心とは、足軽ではなく、中世に用いられていた、一味や、一族と同等のい。江戸家老同心江戸家老付けの私文。 三勤交代の折、江戸屋敷にて、大井御文役や作事屋役を務める。御前部藩主の御前献立の作成を務める。五代所組藩主の御前に使用する食材や、日用品の買い物を務める。五金倉番二の丸にある金倉の番を務める。金山役人金山、鉱山に関する諸業務を務める。五中間組継承期付代の中間から構成される。 組であり、植生が組の名前の由来となった。一般的に知られている武家方公人の中間とは異なり、価格は貸し階級の三淵方並と同様であった。加えて足軽とは異なり幕府の語役である五中間と同様に、江戸初期から世襲制であった。平時は二の丸北に位置する大馬屋での馬飼育や、 馬黒口町で開かれる馬市の警備を行った。また、参勤行列や、平時の行列に加わり、飯馬の先立や口取りも行った。御細工組藩主の用土品の細工を行う私分。仕立ての上手なものは一台に限り、五昇難度への昇進があった。お高志藩主の高刈りの際に指南を行う者。新手焼、き、直江金熱ぐじさんの手焼き衆に由来。 本手明と同じく三勤交代の際に五戦立、中押し、後押しの先導役を務める。五掃除坊主発体すなわち、坊主の格好で、木打ち大広間や式台などの掃除を務める。三勤交代の際には五作動役も務める。三十人段幌上杉すぎ継承が、天正十四年に鉄砲組の中から連達のものを集めたことに由来。 大阪冬の陣の折、金の炎をまとったことから、以来、組の名前となった。ゴルス番組、上杉貞勝が、上田出身の都から集めたこと始まる。参勤交代の際に駒遣いを行う。百町鉄砲組30人断炎と同様、鉄砲連達のものを集めたことに由来。外張り番組城下町の要所に設置された番所に、勤める者。 五白本丸に泊まり、番を務める者。五土蔵番土蔵の番を務める者。お弓組、寛永四年に弓連達の者を集めたことに由来する。三十町、槍組三十人段滅、百町鉄砲と、同様、槍連達の者を集めたことに由来。伏鍵組慶長年間に、なおえ兼継が、武功優れる者を集め、重宝活動をさせたことに始まる。 寛永年間には、鉄砲連達のものも加えた。寛永二十年頃に、不死鍵の名称となる。その後は、城下において、犯罪人の捕獲を務めた。各五倉番宝物像の番をする四分。二の丸の角に倉があったことから、角見倉と呼ばれた。海番所組南町にあった番所に勤めるもの。下女あゆかわ辻番桜田上屋敷の辻番を行うもの。 十八組足軽米沢藩では戦闘員にあたる。足軽を十八組足軽もしくは十八組と称した。文献によっては、江戸後小道具から餌さまでを十八組に含めない場合もある。大筒組長手槍組を馬回り鉄砲組五十機鉄砲組、酔いた鉄砲組を馬回り槍組五十期、槍組、酔いた槍組奉行同心かばん武行府の足軽。 江戸画廊同心家版江戸家老付の足軽。江戸屋敷の門番として参勤交代の列に加わった。五条大同心城代付の足軽。ここで言う同心は足軽の意味。この蔵万能で使用するちょうど品を保管する蔵の番を行う足軽。彦屋同心台所に勤め番をする足軽。江戸後小道具参勤交代の行列及び平時の行列にて、 なぎなた、十文字、槍、鳥、け槍、り、ながらガッサ、ハサミ箱などを持つ足軽。ご小道具江戸ご小道具と同様、参勤交代の行列を呼び、平時の行列にて、調度品を持つ足軽。お小物江戸ご小道具と同様、参勤交代の行列を呼び、平時の行列にて、調度品を持つ足軽。駒使いを行う場合もあった。 早や脚客参勤行列に加わり、米沢江戸館を連絡する際に、荷物や、分の運搬を行う足軽。餌さたかがりに用いる鷹を飼育する鳥屋を番する足軽。五兵具像、番組兵具像の番をする足軽。五本丸五門、番組本丸五門の番をする足軽。二の丸五門、番組東西南北に位置する二の丸門の番をする足軽。 大干書足軽大干書に勤める足軽。米蔵の番や、年具米の検査を行った。もみ大干足軽基金に備えたもみ蔵の番を行う足、足軽。五秒番丈か西に,に位置する、歴代藩主の意外を祀る病所の番を行う足軽。金山山、めぐる金山役人の下役として、山の巡回を行う足軽。上記以外に、明治維新後に、 シリベシ国磯谷軍の一部が所領に加わった。また、越後国岸戦軍九1一村の幕府領を預かったが、全域が村上藩に編入された。ありがとうございます。